不州公秘話は、谷崎純一郎の小説である。博文館の雑誌、新青年に、1931年10月号から1932年11月号まで連載された。当初は1年間の連載の予定であったが、予定期間を過ぎても完結しなかったため、第12回で中断された。谷崎は、新青年1933年2月号で、 続編の執筆を予告したが、結局、執筆されずに終わっている。その後、過失修正を経て、1935年10月に、中央公論社より刊行された。単行本には、節用漁夫による漢文の、武州公秘話女と、正宗白鳥による罰が付けられている。戦国時代に舞台をとって、卑怯な行動をとった一人の武士の生き方を描いている。 桐生武蔵守る加賀モルは、法師丸と呼ばれていた玄伏前、千摩市の居城、押シ城に人質となっていた。押シ城は、薬師寺家の軍勢に攻められたが、法師丸は戦場に出ることは許されていなかった。そんなある日、法師丸は、城中の老女の手引きで、打ち取った敵の首をきれいにする作業を見学する。その中で、彼の目を引いたのは、花をそぎ落とした首だった。 法師丸はそれに刺激を受け、ある晩、城を抜け出し的の本陣に潜り込み、大将、薬師寺だ高の首を取り、花をそぎ落とすことに成功する。薬師寺聖は、病と称して、陣を引き、押し課上は、平和を取り戻す。ところが、千曲市の若との、範重が、薬師寺家の娘、貴郷の方と婚儀を結んでから、範重は花を狙われるようになる。その原因が、 自分にあると察した法師丸改め輝きまサるは、卑怯の方の望みを達すべく陰謀を図るのであった。中高文庫の解説で佐伯木一はこの作品の語りをアルフレッド・ヒチコックと比較している。ありがとうございます。